じゃ要するにちょっと縛りプレイなんですよ今日は。あ、じゃあもうこれで終わりか。いやまだピンポン的なことがあるかもしれないけど、だからこれを2個を1個にまとめることピンポンしないといけないってことね。もうすでにもうだからあの関戸場の天井が来てるっていう、すでにMD の限界を知ってしまった関戸場、絶望に包まれるトマソンスタジオに新婚の豆腐ビーツから渡された2つの小袋の中身とは一体何？世の中には絶対負けたい戦いもある DTM 参加スタートです。第7話、神曲爆誕。今んとこ、今んとこあるけど、このまま行ってしまうとこれで終わりってことやろ。そう、関戸場の天井が迫ってるっていう今さすがに車を放置して関戸場が無邪気にやって、なんか今のが消えるのは忍びないから情報を共有しとくよ。これはありがたきことだよね。恐ろしい情報やな。ピンポンをしないといけないってことやね、うん、構造上今から4トラックロックの再生×でもグルーピングできんじゃん。いやだからそういうことやな。ピンポンはできる。あ、じゃあそれで進めていこうよ。ピンポンはできるけど初めてやるから今から。ピンポン失敗したら、失敗したらじゃあ違う MD カード使ってやな、テストする。あ、そうやな、そうだ MD カード別に。これってセーブできてんのかな今でやったやつ。でも少なくとも再生できてるってことは保存されてる。いけてんのかな。そうそう、再生されてるってことは取れとるから。イジェクトボタンはある。だからこれ3に行かれへんかったんか今。あ、なるほどね。もう3が光ってないのよそもそも。死んねえよ、うん、どうしますか。とりあえずテスト行くか、それともここでもう大丈夫やと思って。いやテストしたいけど、テストやったらリジェクトやな。あとどん詰まりになるものなさそうやからここで作るけど、 D からの素敵なプレゼント、作曲に困った時に開ける袋っていうのが届いてる。やばいな。使わずに。何それ、何が入ってるか知らんけど、知らんけど、あの初めてのお使いのこの小袋の中に入ってるやつやん。まあとりあえず今はいけてるから。ああ、でここで付きまいてる。そうやな、最高。いやそれやったら一番最高。でもそれはでもなんていうの、あの最悪の手段であって、これは積極的に使うもんじゃない。まあそうやな、まあ、なしでいきましょう。あの5周年記念やからっていう、あの D の要はニンバス2000ってことやろ。そういうこと、そういうこと。シリウス豆腐ブラック。シリウス豆腐ブラックそれファイアボルトだよ。よう分からんけどや。詳しいこと。みんなよう見てんな。ニンバス2000は誰だ。ダンブルドア。ダンブルドア。あ、リバス先生。あの、ホーキー。ホーキーの方か。大会出る前の。あ、こっちだった。シリウス、ファイアボルト。ファイアボルトは、あいつが大きい。で、それなんだやつ。ハリーポッター。そっから。おい、ハリーポッター見たことない。やばいな。ハリーポッター見たことないやつ、この世におるんや。おるわ。この間一緒にハリーポッターの家に行ったやん。行ってるやん。見てるやん。何も分からず乗ってたの、何も。このハリーポッターを知らずにハリーポッター乗ってやん。変なメガネの少年が巧みに放棄を乗りこなして。で、行こうに傷があるやん。だから本編スタート。いや、ほんまそうやな。とりあえずじゃあテストやね。テストの方法で MD が何枚かあるから。そうね、ちょっとこれでやるのはリスキー。適当な音を別の MD に入れてグルーピングできるか、セーブできてるかどうかやれんけど、そんなんないんかな。もう保存、もうまあ保存はされてるから。でプロジェクトとかも設定ないやん、これって。別にミキシングもリバーブもないから。なんかソングっていうのもあるけど、あその辺の階層みたいなの扱いってさ、ほんまにわからんもんな。でもセーブってさ、もしあったとしたらめっちゃ大事な機能なんだ。そうね、そうね。それがこの目次に出てないってことは、え、てかちゃうやん、あのハードディスクとかやったらセーブって言われない、うん、これってさ随時 MD に、うん、記録はされてるからさ。だからその記録が仮の記録なんやとしたら、固定さすみたいな操作があるって。そうそうそう、MD の仕組みマジで知らんからさ。いや俺も全然分かれへんからMD ってなんだ。ディスク違うやろ。この今のこの俺らの下り何やったそれ。ピンポン録音35ページ。あ、ちゃんとピンポン録音デザインがある。もういけんじゃんそれあるってこと。MD4S はデジタル録音のためピンポン録音を繰り返してもクリアな音質が保たれます。なるほどな。ただし MD4S のミキサー部はアナログなので。
わずかな音質劣化が生じることにご注意ください。ミスターをポストなんや。 S だから A 変化を入る。じゃあちゃんとフェーダー値も変わった状態で、この曲はここまでの可能性がこう書き込めずに、こうしなかったら、そっかそっかそっか、上書きは無理やわ、ほんまやわ。空いてるトラックがないと無理ってことやもんな。キューバスを使えばいいんですよ、ケーブルを。まあ、ケーブルはないんよな。そういえば、そもそもやけど、俺らピンポンを見越したケーブルはこう考えてなかったから、ケーブルないよ。実績多分詰まったんじゃん。積んでるこれもしかして。終了。じゃあね、でもさ、まだあるんじゃん、なんか。例えば。ピンポンロックはそれでもデジタルやから内部でできひんの。でもね。あ、でもこのマスターケーブルを戻せる、それ。そうそうそう、マスターアウトして戻してどこに入れる？そう、入れる場所が結局ないからさ。こあ、そっかそっか、こいつを例えばこの2ちゃんを出力をこっちに入れてオーバーダビングすればいいってこと？いやでもそんなことできるんだ。もうちょっと手詰まりが発生してし、全員あの今袋工事におる状態だ。あかん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 、せめて3やな、2か3ないとね、その2にとって物理的に無理やん。お疲れ様でした。神曲爆誕。こんな悲しい終わりやん。じゃあもうちょい知恵使え。そうやろ、そうやろ、まだまだ。じゃあこれ、あ、これえ、作曲に困った時にあげる、あげる。これこれちょっと使ってみない。一回 D に聞こう。まだ早いんちゃう。でも黒2個あるって。黒2個あると。ほんまにどうもいかへん。でもこれほんまにクラチエを使ってもさ、物理的に無理や。いや、まず今日あの D からのお助けアイテムが2個あって、1個目はこの1万でどうにもならなかった時用っていう、多分まあおそらくお金っぽい、うん、ああそうね。でもう一個がこれか、作曲に困った時に開ける袋っていうのが、作曲に困った時に開ける袋っていうのが、これはなんかちょっと質量のあるものが入ってるから、あだから機材の 何かもしれない。いやでも、え、でもなんか QI ってことか、QI70 ちゃうかって俺思ってんで、ね、トンさんだけの配信で使って。これお金ブースどうします、トンさん。ちょっと采配をお願いしてもいいですか。あ、来た。あの、言ってるとお金が入ってる。お金なんですね。ただ、実に書いてある条件をクリアしないともらえないんです。なるほど。今お金あっても結構な限度ありますけどね。そのお金でここにいる人、もしくはトマソンスタジオからトータルで何か買ってもらえる。ああ、なるほど。個人売買ってことですね。そう、トマソンスタジオの何かを。あ、買い取る。なるほど。ケーブル、ケーブル、ケーブル。ケーブル、ケーブルいけるって。なるほど。ケーブルを買えば、オーバーダビングして、あの聞いてる音と、あの流れてる音をして、モーラルでリングだからね、できないかもしれない。そうっすよね。レコーダーは？レコーダーあるから、ね。レコーダーあったっけ？まあちょっとこの金額は。え、ここでここにこれあるし、これ買い取ってもいいで。これを買い取ればいい俺が。ハスカムのレコーダー。みんなの優しさみたいなところとこうちょっと兼ね合いで。そうですね。まあ5周年ですからね。5周年落ちた。これで、なんでこんな。一回とりあえず開けてみようよ。え、どっち？そのお金の方。金な。じゃあ、トマソンいい人やったらでもクリアできんのかな。1万でどうにもならなかった時用の袋をあげます。開けますよ。はい、ね、お金が、お金入ってるよ。3,000円。3,000円と、なんか手紙が、手紙が え、普通に頑張れとか書いてあった。関鳥羽様、有村にじゃんけんで勝ったら3,000円プラス。とりあえずその3,000円で何をここから購入しよう。そうね、そうね、ちょっと先に決めようか、それを。そうね、3,000円やったら、現状3,000円と
か値段を置いといてもそれを打破できるか誰かあるか怪しい。じゃあ関戸場は3000円を得れる可能性があって、うん、かつ3000円でこの状況を打破するソリューションをまあ、最もいいソリューションは有村のマックを購入すること。なんでこいつに3000のマックがいいですか、ちょっとそれで。レコーダーがあると一番いいのかな、この状況だと。レコーダーはないぞ。ああ、外に一回逃がすってことか。そう。ああ、そう、買わなくてもレンタルでもいい。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。あ、なるほど。なるほど。で、トマソンスタジオにあるのは希望のあるやつはこれ結構ありやん。俺がそう、ね、ヤフオクで、ね、あの捕まされた、SD カードを一切認識しない SP404 エレクトライブ、この2つは絶対状況は打破しないもんな。うん、あとは謎解きみたいなやつ全て分離してエレクトライブを作る以外のソリューションが起こるかもしれない。そういうような何もせえねん。買い出しとは謎やねん。いやでもなんていうの、その作曲の軸がずれるのは趣旨に反するから。っていうことはもうこれはないです。そうそう、意外と、うん、まあだから俺のそのタスカムのレコーダー貯めてそいつに撮るのはいけるけどな。そうするとスーパーさんの声とかな。いやでもこれじゃあ俺に行かなあかんやろ。マジで。俺さ、このジャンケンに勝った時さ喜ぶ。視聴者ヘイトがものすごいな。で、有村はパーを出せばいいってことでしょ。やめろ、そういうなんかさ、あのメタ情報いらないと、マジで俺が悩むことになる。じゃんけんじゃないもん。じゃんけんじゃないから、じゃんけんじゃないパーだみたいな、わけわからんことになるから。お救いの、救いのヨドバシ情報が。え、こんなんあるの。回避や。いやでも、ちょ、待って、残機別に残機あるから。ちょっと待って、俺スイ君買ってもうた。スイ君のせいで、スイ君のせいで積んだって言って。500円余ってる。あ、500円税抜き扱い計算でいいよって。だから3300円までは3000円。そっか、取りに行くしかない。3500円あるよ。取りに行くのはまあ俺が行くわ。まあまあまあね、今日はドラマチックやな。じゃあめちゃくちゃドラマある。それでもケーブルいけるんかな。配線できる。ホーム電気どこなの。ホーム電気さん、ホーム電気足向けて寝られへん。上面あ、マイク端子ついてるからいける。マイク端子で入れるし、このイヤホン端子あるから、イヤホン音に寄せよって。在庫なし。在庫ない。京都まで走るしかない。今日そんな走れメロスみたいな。どこやったらあるかな。でも似たようなやつ、似たようなやつ、オウム電機のそれで調べてないとか。ほな今から関東がダッシュでじゃんけんだけ買って、で車乗って走る。そこでちょっと俺、そっかそっか、結局じゃんけんしなあかんのか。俺じゃんけんする。有村くんが買ったらめちゃくちゃ嫌なやつやもんな。いやー、勝ちたくて初めてじゃんけん負けたいと思って。そもそも勝てるんかよって煽りの。怖い。一回ちょっとまずじゃんけんせな始まない。そうですね、一回じゃんけんします。まあ、これはやっぱやらせなしでやってます。いやいや、でもちょっとまず決めたいな。それでも結局在庫がないっていう話やんな。神奈川まで行かない、無理やな。ナンバのビッグにあるかもしれない。間に合うかな、今から行って。いや、まあビッグ、あれ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 、これで店舗で在庫がある。なんやん、なんやん。書くなよ。なんやん。え、また地域絞り。今日本で一番このレコーダーをしてるやつ。別のやつだよ、ラジオカセットレコーダー。カセットに入れないとダメってことじゃない、それは。これもオウム電気や。オウム電気や。足に入れて出られへん。ある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 。在庫残賞。ありそうがね。とりあえずクイズしようか。なんでやねん。このタイミングで。そうじゃ、もう朝だってまだ。ハンディレコーダー。じゃあまあ俺らがハンディレコーダーを買って、それをレンタルするか。トマソンで買って30分レンタル。なるほど。あれだって俺の私物やからな。なんでもいい、ハンディレコーダー今から買いに行ってもいいけど。ハンディレコーダー普通に音の人売ってるやつ。そう、売ってるやつ、やつ俺らの買って、でそれをレンタル30分。あ、なるほどな。とりあえず俺はハンディレコーダー買ってくれ。とりあえずじゃんけん。いやいや、ちょっとまず買ってきて。いや、まず買ってきて。有村
と関東以外全員こっち向いとこう。あ、そうしよう。ね、後ろ向いといて何が行われてるか俺は知らないから。このカメラだけは。まだ何も見えてないか。見えてない見えてない。え、もう行く行く、じゃんけんする、じゃんけんする。いや、こんなじゃんけん。目つぶっていいから早くしてよ。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコ。頼むで、負けてよ。お前負けて、神様、俺を、俺に敗北をくれです。しゃあ、行くぞ。塩巻きたいな。塩巻きたい。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコ。いや、まあ、もう分からん、何をしていくか。行くぜ。どっちがシンペーター、どっちがあるして、これ。知らんから、知らんから。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコ。硬直状態やって思ってた。ちょっとこれで決めよう。これで決めよう。最初はグー、じゃんけんぽい、ぽい、ぽい、ぽい。よーし、きた。しゃー。負けた。マジで、マジでさ、ちょきちょきちょきでアイコアイコアイコでさ、一番むずいやつなんやって、そういうの。あー、でも、ね、あの、不正なく不正なく敵とまだ勝利ということで、じゃあ、あ、じゃあちょっと買いに行く人ね、買いに行きましょう。どんなやつ買うかも重要っすね。あ、お疲れ様です。藤原くん、タイトルを聞いて CD というと、運命があれば、モグモグタイムやん。え、今さ、取り取り分一回最初から聞かせてよ。別にビートしか取れてないよ。カーボイカーボイジャンペン、カーボイジャンパ。でもそれやろ、マイクでさえ。あ、でもそうかも。ヘッドあれができるわ。これってさ、上に乗せてプレビューできるやんな。そうそう、だし一回これをサルベージできるから、完全に外側に。だからさ、最悪さ、もう一トラックはリアルタイムやったらさ、マスターを録音すればいいから、最後トップのヘッドでフリースタイル。なんでやねん。まあいけるやろ。そういう意味では完全に死んでるわけではないね。最悪の場合はダームトラックだけの上で全員合唱して涙のエンディングで。最悪合唱しろ。アンセム作ろう、最後。でもアンセムしたよ。アンセム作ろう。松くんを消したりしてた人、ラシオです。不正なしのじゃんけんに見事勝利した関戸場。再び買い出しに出かける西山くんと松くん。もう制作を見るに飽きてきたガヤメンバーたちは、ママソンスタジオで気ままな時間を過ごし始める？次回もお楽しみに。トマソンスタジオのケーブルは使ったら元の場所に戻してください。お願いします。